ユーロビジョンソングコンテスト2010ユーロビジョンソングコンテスト2010ユーロビジアンソングコンテスト2010は第55回のユーロビジョンソングコンテストであるノルウェーのオセロ都市圏の西部に位置しているアーケシュフース圏のバールムにあるテレノールアリーナにて2010年5月に開催された前年の2009年大会でノルウェー代表アリアクサンドル・ルイバークノが優勝したため ノルウェーは2010年大会の主催国となった。ノルウェーがユーロビジョンソングコンテストを主催するのは1986年大会、1996年大会に次いで3度目のことである。2010年の優勝者はドイツ代表のレナメイヤーイコールラントルートによるとなった。2位となったのはトルコ代表のマンガ、3位にはルーマニア代表のパウラセリングとオビデューチェルーツェアヌ。 4位はデンマーク代表のと、5位にはアゼルバイジャン代表のサフラー・アリザデがそれぞれ入賞した。準決勝は2010年5月の25日及び27日に、決勝は29日に行われた。欧州放送連合は、準決勝における投票方式が前年までのものから変更され、視聴者投票のみによるものから、審査員投票と視聴者投票を合わせたもとなった。 また、伴奏のオーケストラの再導入も提案されたが、実現されなかった。39カ国が参加し、グルジアが大会に復帰する一方で、資金難などのために、アンドラ、チェコ共和国、ハンガリー、モンテネグロが離脱し、今大会には参加しなかった。リトアニアも資金難のために不参加を表明していたが、後に参加予定であることが、 欧州放送連合により確認された。国際的な経済危機はこの大会にも影響を及ぼしており、ノルウェー放送協会は、ユーロビジョン主催の費用を確保するために、2010FIFA ワールドカップの放映権を競合他社に売った。ドイツ代表のレナメイヤーイコールラントルートは、246得点を集めて優勝を果たした。 ユーロビジョンソングコンテストでのドイツの優勝は2度目で28年ぶりのことである。ノルウェー文化大臣のトロンドギスケとノルウェー放送協会会長のハンスイコールトレ、ビエルカースの間の合意によって大会のために当初は1億5000万ノルウェークローネ、およそ170万ユーロの予算が認められた。これはフィンランドのヘルシンキで開かれた年大会の 予算を上回るが、ロシアのモスクワで開かれた2009年大会の予算を下回るものであった。しかし、この予算の額は後に2億1100万クローネ、およそ2400ユーロへと増額された。2009年5月27日にオスロで開かれた記者会見で大会はオスロ都市圏の域内で行われることが発表された。ノルウェー放送協会は、 大会に必要な収容力、会場、インフラストラクチャーを備えた場所の選定を進めた結果、オスロ近郊のバールム市に新しく建設されたばかりのテレノールアリーナでの開催を決めた。オスロスペクトラムも候補に上がっていたが、大きさや収容力が十分でないとして候補から外れた。2009年12月4日に、モスクワ及びオスロ、バールムの市長によって、 主催都市記賞の引き渡し式が行われ、その際に、ノルウェー放送協会は、コンテストのテーマアートやスローガン、デザインを発表し、公式にユーロビジョンソングコンテスト2010の幕開けとなった。コンテストのテーマアートには、重なり合う複数の円が用いられ、これは、ユーロビジョンソングコンテストを取り巻く、人々の集まりと感情の多様性を表現したもので、ある。ロゴは白を、 背景色とし、黒、金色、桃色で構成されている。2010年5月6日に会場が公開された。前年まで用いられていた LED スクリーンは、用いられず、他の照明類に置き換えられた。ノルウェー放送協会は、まだ公式にユーロビジョンソングコンテスト2010の司会者を発表していないが、ノルウェーのメディアはその顔ぶれについて予想している。 ノルウェー放送協会の番組、や、で、それぞれ司会を務めるやもその候補に上がっているほか、日刊誌がウェブサイト上で読者を対象に行った、人気投票では、で、人気のある二人組の都が、首位に立った。TV2 のプレゼンターはコンテスト司会への意欲を表明しており、ドッグブロドットの人気投票では2番目につけている。2009年11月11日、 欧州放送連合は大会の準決勝での投票方式が変更となることを発表した。この変更では審査員による投票と視聴者による投票を50%ずつ加算するものとし、決勝での投票方式と一貫したものとなっている。審査員投票と視聴者投票の両方の結果を元に各国から参加アーティストへの得点が決まる。二つの準決勝それぞれで 合計得点が上位10位以内に入ったアーティストが決勝に進むことができる。2008年大会、2009年大会では視聴者投票のみによって上位9位以内に入ったアーティスト、その他のアーティストのうちで審査員投票で最も得点の高かった一組が決勝に進出する方式を取っていたが、2010年大会ではこの方式は改められることとなった。投票は 最後の曲が終わった15分後に締め切られることが2009年10月26日欧州放送連合によって発表された。ソーシャルネットワークサイトの Facebook にて多くのファンたちがコンテストにおけるオーケストラ演奏の再導入を求めるキャンペーンを展開した。オーケストラは1998年大会を最後にコンテストでは使われなくなった。 オーケストラは1956年の第1回大会から毎回用意されてきたが音楽技術の急速な進歩に伴いバックトラックの使用が進む中で1998年に廃止された。オーケストラの復活を求めるキャンペーンには5000人近くが加わった。これによってオーケストラを再導入するかについての議論が始まったが欧州放送連合には オーケストラの再導入の計画はない。ノルウェー放送管弦楽団のヤン・フレイドリック・ヘールダールは、欧州放送連合やノルウェー放送協会の合意があれば、コンテストの一翼を担う意欲があることを表明している。しかし、最終的にオーケストラ再導入は実現しなかった。幕合には、ヨーロッパ各地で行われた、屋外での大人数によるダンスの映像が映し出された。 これは大会の宣伝目的で始められ、後に各地での大規模なフラッシュモブへと発展していったモノデル。加えてウェブカメラによるヨーロッパ各地の個人宅でのダンスの様子も映像に挿入された。ノルウェー放送協会を代表して今大会の広報部長を務めたピーター・スバーは単にユーロビジョンソングコンテストを放送するのみでなく、 皆で共有できるようにとの思いを述べた。このダンスのために制作された7分半にわたる楽曲、グローは、作曲は、エレメント、歌唱は、マッドコン、で、作詞は、両者の協調による。2010年2月7日、2つの準決勝のうちどちらに、どの国が参加するかを決めるための、組分けがされた。参加する国は、過去の投票傾向に基づいて5つの国に分けられた。 その後、5つの国それぞれから、2つの準決勝の、日程のいずれかに振り分けられ、どの国がどちらの準決勝に参加するかが決まる。また、それぞれの日程の前半部、後半部のどちらに登場するかも決められる。さらに、準決勝に参加しない、ビッグ4、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン及び主催国のノルウェーが、どちらの準決勝で投票に加わるかも決められる。 それぞれの準決勝及び決勝での登場の順番、投票の順番については3月23日に決定された。全部で39カ国が参加の意思を表明しており2009年大会に参加できなかったグルジアも大会に復帰する見通しである。グルジアは2009年大会で代表局として選んだが大会の規則に反するものとして参加を認められなかった。 欧州放送連合は、オーストリア、イタリア、モナコの大会復帰に向けて一層の努力をすると表明した。2009年9月、欧州放送連合のディレクター、BJRN エリクセンは、記者会見の場で、オーストリアが復帰すると表明し、さらに欧州放送連合は、ルクセンブルクとモナコの復帰を確信できる年、あとはイタリアだけだと話した。2009年10月の末に、 ユーロビジョンソングコンテスト2010のプロジェクトマネージャーであるオ・ラ・サンドーは、モナコやルクセンブルクなどの国がノルウェーで開催される今期の大会への参加を示唆していると話した。しかし、オーストリア、モナコ、ルクセンブルクの放送局は2010年大会への参加を否定した。オーストリア放送協会のディレクターである、ボルフガング・ローレンツ、ボルフガング・ローレンツは、 オーストリアは大会には参加しないとし、コンテストは規制によって廃れてしまったと話し、モナコのテレ・モンテカルロは、モナコは参加資金の不足などを理由に、2010年大会には参加しないことを表明した。ルクセンブルクの RTL グループは、ルクセンブルクが1993年大会を最後に途絶えていた大会への復帰について真剣に検討していると発表したが、 後に大会には参加しないことを確認した。サンマリノも2010年大会への復帰を検討していた。姉妹デオ・パオラキアラなどのイタリアのアーティストらとも競技を続けていたが、後に RTV サンマリノはサンマリノの国家予算やスポンサーから資金を集めることができなかったため、大会参加は見送ると表明した。欧州放送連合は、 リヒテンシュタインの唯一の放送局である1回 LTV-1 ファーストテントムリヒテンシュタインテレビジョンとの間で連合への加盟とユーロビジョンソングコンテストに新たに加わることについて協議が持たれた。1回 LTV のディレクター、ベーター・コルベル、ピーター・コールベルは2009年12月に欧州放送連合への加盟資格が認められればユーロビジョンソングコンテストに参加したいと表明し、 アイドルシリーズのドイツ版であるの DSDS DS と同様の国内大会によって代表を選ぶことを検討しているとした。しかし11月に入り資金難を理由に欧州放送連合への不参加を決定し2010年大会への参加の可能性はなくなった。一回 ELTV は将来的な欧州放送連合の加盟に向けて必要な資金の捻出について 他の方法を検討している。2009年の7月から12月までに2009年大会に参加した5カ国が2010年大会への不参加を明らかにしている。チェコ共和国は同国代表が2007年大会の初参加以降3年連続で準決勝で敗退したことからチェコの視聴者の関心が低いとして大会への不参加を表明した。 アンドラの放送局、ティバは、2010年の放送局の予算が10%、削減されたことを明らかにした。ティバは、大会への予備参加届を提出していた。しかし、2009年12月11日までに、大会参加に必要な費用を確保できなかった。アンドラの不参加が決まった後、かつてのアンドラ代表の参加アーティストらは、この決定や、アンドラが、 大会に代表を出せなくなるという事態を招いた、このことへの関心の低さに対して、失望を表明した。ハンガリーでも、代表放送局のマジャールテレビ事ーーを、資金難により、大会には参加しない。モンテネグロと同国の代表放送局である、モンテネグロラジオテレビジョン、も、資金難によって、独立後4年目にして、初めて大会への不参加を決定した。 リトアニアの放送局は大会参加に必要な30万リタス9万ユーロの確保ができないとして、はじめは大会への不参加を公式に発表していた。しかし、後に欧州放送連合によってリトアニアの参加が確認された。参加費用のためにリトアニアの企業からの出資があり、これによってリトアニアは2010年大会への参加が可能となった。 34カ国が準決勝に参加する。2つの準決勝のうちいずれに参加するかは2010年2月7日に決定され、登場順は3月22日に決定された。準決勝1は2010年5月25日に行われた。審査員投票と視聴者投票をもとに、各国からの得点が決められ、得点の高い方から上位10カ国が決勝に進出できる。 準決勝に参加しない国のうち、ドイツとスペインが投票に加わる。イコール決勝進出国準決勝には2010年5月27日に行われた。審査員投票と視聴者投票をもとに、各国からの得点が決められ、得点の高い方から上位10カ国が決勝に進出できる。準決勝に参加しない国のうち、フランス、ノルウェー及び、 イギリスが投票に加わる決勝は2010年5月29日に行われる。25日と27日の準決勝からそれぞれ10カ国が決勝に参加する。また、ビッグ4、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン及び主催国のノルウェーは準決勝を経に決勝に参加する。したがって決勝には全部で25カ国が参加する。投票方式は 前年大会の決勝と同様であり、審査員投票と視聴者投票をもとに、各国からの得点が決められる。スペインは、最初のパフォーマンス時に、ステージ上にジミージャンプが乱入するトラブルにより、最後にもう一度パフォーマンスをすることとなった。以下の表は、決勝戦において、最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す。 スペインのダニエル・ディフェスのパフォーマンスのさなかにカタルーニャ出身で会場乱入の常習犯であるジミー・ジャンプがステージに乱入した。ジミー・ジャンプはバレティーナを身につけディフェスの歌に合わせて勝手に踊っていたがステージ上に警備員が上がると速やかに立ち去った。この事故に対してスペインは決勝の最後に2回目のパフォーマンスをすることが認められた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。